3次元バイプリンター 3D バイプリンティングソリューションズというロシアの会社が開発した臓器プリンティングは文字通り臓器の印刷であり機関の代わりになる装置を 3D プリンターの技術を用いて作り出すことである印刷される機関は人工的に構成された装置であり機関の代わりとして設計され 3D プリンターの技術を用いて製造される臓器 プリンティングを行う第一の目的は移植に用いることである。現在、心臓、腎臓及び肝臓の構造並びに他の主要な器官についての研究が行われている。心臓のような複雑な器官では心臓弁のような小さな構造物のみを印刷することもまた研究の対象となっている。いくつかの印刷された器官はすでに臨床試験に達しており、主に 膀胱などの中空構造並びに尿管などの管構造が該当する。3D プリンターは細胞が育つ足場となるような特定の器官の構造を一層ずつ積み重ねて作成することができる。足場ができると目的の細胞をその上に直接ピペットで巻くことができる。巻くという過程を印刷と同時に行うために細胞を印刷可能な材料、つまり インク自体に組み込む手法も探求されている。インクジェットプリンターを改良することで3次元の生物学的組織を生成した研究がある。この手法においてはプリンターのインクカートリッジは生細胞の懸濁液とスマートゲルで満たされる。ゲルは構造を構築するために使用される。標準的なプリントノズルを用いてゲルと生きた細胞が交互に配置されるように印刷される。 細胞は最終的に融合して組織を形成する。クレムゾン大学のトーマス・ボランが細胞のインクジェット印刷の使用について2003年に特許を取得し細胞構造を生成するための 3D プリンターが初めて導入された。この工程は基板上に配置された組織化された3次元のマトリックスへ細胞を配置する。ボランの最初の発明以来、 生体構造を 3D プリンターで作り出す手法、つまりバイオプリンティングがさらに開発され、細胞のマトリックスではなく、組織や臓器構造を生成するに至った。さらに、押し出しバイオプリンティングのような印刷技術が研究され、その後製造手段として導入されている。臓器、プリンティングは臓器移植のドナーの世界的な不足に対する解決策になり得るかもしれない。 これまで実際に印刷されて臨床の場で使われた器官は皮膚のような平坦なもの、血管のような感情のもの、または膀胱のような中空のものである。人工的な器官が移植のために準備される時には多くの場合レシピエント自身の細胞で作られる。より複雑な細胞構造からなる器官が研究されている。これらの器官には心臓、膵臓、 および腎臓が含まれる。十分に医療として使える臓器を導入できる時期の予測には幅がある。2013年にオーガノボシャ 3D プリンターを使用して人肝臓を作成したが移植には適しておらず、主に薬物検査のために使用された。人工臓器の製造のための 3D プリンターの技術は生物工学における重要な研究課題である。 3D プリンターによってもたらされるラピッドマニファクチャリング技術がますます効率化しており人工的に臓器を作り出せる可能性がより顕著になった。3D プリンターの主なメリットの一部は細胞の足場となる構造を大量に生産できること足場となる構造が高度に解剖学的な精度を持ち得ることにある。これによりより効果的に天然の器官または 組織構造の微細構造に似た構築物を作り出すことが可能になる。3D プリンターを使用する臓器、プリンティングは様々な技法を使用して実施することができ、それぞれが特定の種類の臓器の生産に適した特有の利点がある。臓器プリンティングの最も代表的な2つの種類、液滴を用いるバイオプリントと押し出しバイオプリントである。 他の技術も数多く存在するが、一般的に使用されていないか、まだ開発中である。液滴を使う、つまり、インクジェット方式のバイオプリントは、細胞を含む、インクを液滴にし、細胞構築物を作成する。基板表面と接触すると、各液滴が重合し、個々の液滴が合体し、大きな構造が形成される。重合を促進させるため、気質上のカルシウムイオンを、 インク中に拡散させ、固体ゲルを形成する。液滴を用いるバイオプリントは、速度が速いため、一般的に使用されるが、より複雑な臓器構造には、あまり適していない。押し出しバイオプリントは、特定の細胞株を含む、インクを、移動式のプリントヘッドの一種である押し出し機から、一定の量を押し出し付着させる。これは、よく制御された、穏やかな、方法なので、 三次元的に組織、または臓器構造を構築するときに細胞密度をより大きくすることができる。しかし、印刷速度は遅い。押し出しバイオプリントはインクを光重合させてより安定した構造物を形成するために UV が使われることが多い。3D プリンターのインクは通常、細胞を物理的に付着する細胞接着分子と一体化されたアルギン酸。 または、フィブリンポリマーからなる。そのようなポリマーは、構造的安定性を維持し、細胞同士が結合していくように特別に、設計される。バイオインクという用語は、3D バイオプリントで使われるインク材料を指す。インクはいくつかの基準に適合しなければならず、最も重要なのは、生体適合性である。3D プリンターによって形成された足場は、 物理的及び科学的に細胞の増殖に適切でなければならない。生分解性はもう一つの重要な要素であり、人工的に形成された構造が移植が成功すると分解され、完全に細胞構造に置き換えられるために必要である。3D プリンターはいろいろな形のものを作れるというのがメリットであるため、使用されるインクはカスタマイズが可能であり、 色々なものに応用でき、幅広い種類の細胞を扱え、色々な構造に適している必要がある。アルギン酸、ハイドロゲルは高度にカスタマイズ可能であり、天然の組織に特徴的な機械的及び生物学的特性に合わせて微調整することができるので、造黄器の印刷の研究で最も一般的に使用される材料である。 特定の要求に合わせて調整できる能力を持つヒドロゲルは種治の組織または臓器構造及び生理学的状態に適した足場の材料として応用が可能である。臓器の印刷の方法に関しては画期的な進歩が見られたが複雑な臓器に関する臨床的な実施にはさらなる研究が必要である。バイオプリントでの細胞増殖は 自然な生物学的シグナル伝達やプロセスがない人工環境で行われる。これらの欠如は適切な細胞の形態や文化を阻害する。自然な細胞増殖の過程を作り出せれば印刷された臓器が造形された足場で成長するという状態ではなくもっと生体の臓器に近い構造及び機能を持ち得るだろう。もう一つの課題は細胞を持続させるために 人工構造に血管を申請させる必要がある。血管構造などの肝構造は重要な栄養素及び酸素の拡散を可能にする。しかし、それらの肝構造はバイオプリント技術で完全に再現されていない。研究者、ありがとうございます。